皆さんこんにちは。今月22日からフランスのストラスブールで第19回世界体操選手権大会が開催されます。この大会の関心は男子日本対ソビエトの世界一の争いはもちろんですが、もう一つの見どころは女子におけるコマネチ対ソビエト女子体操陣の激突があります。モントリオールオリンピックにおいてルーマニアの白い妖精コマネチにタイトルを奪われたソビエトは、この世界選手権で巻き返しを図っています。今日は打倒コマネチを目指すソビエト女子体操界の3人娘、シャポスニコワ、ピラトワ、ムヒナの3選手のプロフィールや演技をご紹介しながら、世界選手権における女子個人総合の行方といったものを占ってみたいと思います。お話はおなじみの池田恵子さんです。池田さん、また世界の花が集まりますね。いろんな花ですよ今度は。そうですか。でもね、女子がね本当に宙返りの回数をね競うようになったということは厳しいですね。そしてその中で美ということをね表現しなくてはいけないと、私たちの体操をやってる頃の方が幸せだったかもしれませんね。そうですか、今日はどうぞビッグスポーツ世界の女子体操をご覧ください。この放送は日本工業日光グループヒットユニオン富士通とご覧のスポンサーがお送りします。ファンファーレが美しく鳴り渡りました。これからいよいよ1977年ワールドカップの開催地オビエドは、スペインの北部大西洋に面した落ち着いた雰囲気の街です。スペインは体操に関してはあまり知られた国ではありませんが、ソビエト3人娘への期待もあって大会の前評判は上々でした。コマネチは学校が忙しいという理由で参加しません。お目当ての3人娘との対決は次の機会ということになりました。しかしソビエトのライバルである東ヨーロッパ諸国の強豪選手が一堂に会し、開会式にも緊張した空気が流れました。このワールドカップのソビエトチームに思いがけない人と会いました。ソビエトチームのコーチとしてあの体操の女王でありましたクリスチアさんがいらっしゃいました。早速その練習の合間を見て話を伺ってみたいと思いますが、あのモントリオールオリンピックの後ですね、引退してその後どういう生活を送っていたのか、非常にその日本のファンの人もね気になっていたんですが、どうなんでしょうか。Сейчас я продолжаю учебу в аспирантуре и помогаю своему тренеру, занимаюсь тренерской работой. あの今ですね、あなたのチルシアさんの後にはコマネチ選手がずっとチャンピオンなんですが、彼女の後を継ぐ選手は何人かも見つけましたか。Я думаю, сильные гимнастки всегда должны встречаться на таких соревнованиях, как Кубок мира. И я думаю, что Надя Каманыч делает шаг назад, что не приехала на этот кубок, так как выросло очень много молодых, и ей бы нужно посоревноваться с молодыми. И думаю, что этот кубок выявит самых сильнейших в мире гимнастов, с которыми она будет соревноваться и будет достойный соперник. Очень тяжело.特にムヒナ選手はね、最近非常にヨーロッパ選手権でも活躍してますし、ムヒナ選手はどうなんですか。Но на этот кубок мира приехала еще одна наша самая талантливая девочка Наташа Шапошникова. Я думаю, между Мухиной и ней будет острая борьба. Я думаю, что сейчас гимнастика молодилась, это будет не сюрпризом, а даже закономерностью, что среди молодых будет очень много хороших гимнасток, которые будут вести спор за первое место, в общем, по достоинству. Я думаю, что такие наверняка будут.シャポスニコワは対コマネチの切り札としてコーチ陣が最も期待する選手だったようですね。そうですね。だからあのムヒナはヨーロッパ選手権出しましたけどね、このシャポスニコワは出さなかったんです、はあ、だからやはりあのルーマニアは怖かったんだと私思いますね。本当にジャンプ力、強さ、柔軟、全部兼ね備えてますね、はい、この人があのコーチのラストロッキーさんなんですが、チルスチアを作り上げた名コーチですね。名コーチですよ。全くね、鬼コーチというかね、あの見てください、怒るのね、妻は3メートルぐらい飛ぶほど怒るんですからね。やっぱりあの小さいのは厳しいですよ。はい。
選手は一つ年上なんですが、なかなかの機関機の強い選手のようですね。とってもこのユニフォームが似合うということを自慢にしてましたね。色が白くてね、本当にこれで蝶が舞うようにね、久々にね、こういった子供たちの中からで優雅な美しい選手が誕生したと思いますね。はい、今練習しているのは彼女の一つの見せ場である上バーで のコルブ通りを一回ひねる。そうなんです。あれがね、やはりね、停止してはやはり減点なんですよ。はい、だからそこをなんとか乗り、もうね、越えてほしい。そういう練習を今一生懸命やってるみたいですね。一番キャリアがあるんですが、チルスティワがコーチをしてましたね。そうですね、やはり3人の中では試合に対して一番強くて絶対的に頼れる、これは選手だと思いますね。はい、だからちょっとエースにして私どもはちょっと厳しい感じがするんですけどね、試合に強いということはとても大事なことですからね、はい、やはり彼女に期待されてもないでしょうかね。一番練習風景などを見ても堂々としてます。今大会コマネチが不参加だったので、今度はこの3人同士の熾烈な争いというのがもう表面に強く出た大会になりましたね。そうですね、やはり3人同士というよりコーチの戦いになった。したがってね、森たくさんの技を入れたために失敗が高かったんじゃないかと思いますよ。ああ、そうですか。お別れのようにコーチとそれから選手が絶えず視線が合っている、お互いにその牽制し合っている面があるんですがね、この辺の確執というものはまたも面白いものがありますね。そうですね、やはりどの駒を進めるかというのは、やっぱり私はこの3人の中でね、次の大会どれをエースにするかというのがやっぱりそれの計算の中に入っているんじゃないかと思いますね。ああ、そうですか。ムキナにはクリメンコ、昔の名選手のお兄さんになるんですけども、それからラストロッキーがですね、シャポスニコワ、さらにまた、ピラトラにはですね、ジレシェワが完全にコーチについた。はい、ジョイン、42cm の小さな体、下バーから入りました。新しい種目ですね。はい、あ、惜しい。この辺は男子の鉄棒ですね。いや、素晴らしいですね。全く今までの平行棒と流れが変わりましたね。大車輪をこの段違い平行部でやるんですからね、これは驚きました。でも途中でやはりミスしましたね。痛いですね、倒立が上がらなかったですね、はい、でもおそらく多くの観衆の人たちは驚いてるでしょう、はい、段違い平行棒ではムヒナが登場いたしました。これもまた優勝争い注目の選手です。モントリオールオリンピックの後、
まあ、我々日本のファンにとっては彗星のことが現れたという印象を受けるんですがね。そうですね。この人の段違いはどうでしょう。いや、素晴らしいですよ。コルブと宙返りというのを1回ひねりを入れたのを行います。これですね、ここからです。成功です。素晴らしい大技ですね。綺麗なターンです。まず完璧な演技を見せましたムヒナ、エレナ・ムヒナ、1m52cm、 新しい体操の力です。モントリオールオリンピックの後、ヨーロッパ選手権を契機にぐーんとこの世界の最高峰に乗り上がってまいりましたエレナ・ムヒナ。大きい国際大会初参加のシャポスニクワの調子はあまり良くありません。16歳、初参加とは思えない大胆な演技を見せる反面、ミスも目立ち、フィニッシュも決まらないようでした。しかしこの大会は彼女にとって飛躍のための苦しいステップとなったのです。期待されたシャプスニクワの主張からソビエトチームには重苦しい空気が流れていました。小さい選手たちには緊張が高まっているように見え、コーチ陣には苛立ちの表情が見られました。そして平均台はソビエトのシャポスニコワです。先ほど落下はありましたが、素晴らしい段違いを見せました。さあ平均台はどうでしょう。じっくりと、この回はもう男子のまだですね。そうですか。開脚の上水平ですね。非常に独創的ですね。そうですね。1m42cm、 16歳。片手倒立ですね。ちょっと十分じゃありませんでしたね。はい、片手の開脚倒立、前方展開、連続です。気にしてたとこですね、彼女は。はい、でもちょっとやはり宙返りの高さが不足してますね。あっと、後転跳び連続からの後方2回宙返りですね、はい、やはり前すぎて尻もちついてしまいましたね。高く上がってるんですけどね。すごいですね。回りすぎました。それも一技随時を誇りますムヒナです。先ほどの段違いは 9.80 と最高得点を挙げました。ムヒナの平均台、ヨーロッパ選手権ではこの平均台で 9.80 で優勝、金メダルを取りました。ん、ちょっとぐらつきましたね。決まりました。
宙返り。いやー素晴らしいですね。はい、この床と同じように平均台の台上で蹴ってるんですからね。素晴らしいですよ。はい、そうですね。まあ、このヨーロッパ選手権で小林が優勝して、まあ、あの時はちょっとした種目別でトラブルがあって、このムヒナの名前がですね、後半になってガーッとまた出てきたんですが、ヨーロッパ選手権ではこの平均台とそれから、ゆかでも優勝しましたムヒナであります。フィラトワが出てまいりました。フィラトワの平均台です。まあ、この3人の中ではキャリアからいくと一番あるというふうに見ていいわけですね。そうですね、はい、平田が一番キャリア多いですね。まあ、年齢はムキナが17歳ですが、この実績キャリアからいくとこの平田が、ナンバーワンであります。今年のソビエト選手権のチャンピオンになりました平田です。ありました。いつ見ても調子が悪いっていう時はありませんね、この選手は。まあ、ですから若い選手を入れてもですね、もう絶対この選手で食い止めるんだという、そういった意味ではもう頼りになる選手なんでしょうね。そうですね、絶対に他の国にその勝ちを譲らないんだと、いくらこちらが失敗しても白川選手で食い止めるというようなところがありますね。後ろへポントントンって行きましたが、堅実な演技が三人娘の中では一番光ったオビエド大会でした。しかし1年後、すなわちこの10月開かれる世界選手権ストラスブール大会でコマネチを破るためには不本意ともいえる成績でした。優勝したフィラトワはともかく、シャポスニコは3位、ムヒナは5位に終わったのです。この1年、ソビエトの3人娘は特訓に次ぐ特訓を重ねて世界選手権に臨む体制を整えているに違いありません。その勝ち負けは別にしても、ストラスブールにおける白い妖精対3人娘の争いは世界の注目を浴びるにふさわしいものと言えるでしょう。増田さん、はい、いよいよ世界選手権なんですが、はい、今度の世界選手権はですね、はい、久しぶりにルーマニアのコマネチが、はい、モントリオールオリンピック以来、はい、私たち見ることができますね。はい、そうですね、今年ですね、上海国際大会というので、まあ、公式戦ではなくてですね、参加しましたね。その時やはり 9.9 から10点というような点数を取ってたようですけども、まあ、コマネチはさておきですね、ソ連のシャポシニコワ、それからフィラトワ、それからムヒナですね、はい、この3人との対決がですね、非常に見ものになると思いますね。はい、力から言ってどうなんでしょうか。そうですね、やはり技の
その難しさから言えばですね、やはりあのソ連の3人の方がですね、高級の技を持っているわけですね。ところがコマネチの場合はですね、もう完璧に技をこなすわけですね。だからそう難しさではですね、ソ連に勝てないと思うんですけども、その技のこなしにおいてはですね、絶対に負けないものを持っていますから。ですからソ連の3人がですね、絶対を失敗しなければソ連が勝つかも分かりませんけれども、やはりその大技に取り組んでおりますから、やはり無理をすることがありますからね。そうするとやはりコマネチの方が勝つんじゃないか。ちょっと今予想難しいですね。予測はしないと思いますね。あ、そうですか。まあ、その打倒コマネチに関してはこのシャポシニコあたりが急先鋒になると思いますけどもね、比べてどうですか。あのね、やはりこっちのシャポシニコの方が条件がいいんですね、コマネチも。あの非常にあの後でこうジャンプをすると分かる、こういうふうに足を開いたこと。あのやはり体操競技は柔軟の競争ですからね、柔軟度が美しさをね表すんですけど、そういう意味ではね、あの体重的にも柔軟度、バネ、こういったことはね、こちらのシャポシニコワの方がちょっと有利なんですね。内容的にもね、相当シャポシニコワの方が上回ってるんじゃないでしょうかね。そうですか。それが果たしてあのシャポシニコワの場合にはワールドカップだけが大きな大会だった、この辺の実績ですね、経験がどうなりますかね。そうですね、やっぱり経験ってなるとちょっと不足気味ですね、はいはい。だからあの試合というのはですね、本当に苦しいんですよね。練習っていうのはね、私も経験してね、あまりしんどいと思わなかったです、1日8時間やっても、だけどもこの、 あの追い詰められた時のね、このプレッシャーをどう跳ね返すか、この小さいシャポシニコワがどう耐えるかということ、はい、これにかかってるのではないでしょうかね。まあ、あの彼女の急先鋒にあとムヒナ、ヒラトワとね、その2人も続くんですがね、まあどれがどうっていうわけにはいかないんですけど、まあ悪い方でどんぐりのこう並び方ですのでね、非常にエースがちょっと影が薄れるというところをかえってソビエトは損をしてるんだろう。あ、なるほどね、そういう感じもいたします。まあ、いずれにしてもしかし今度の世界選手権で新しい世界の体操の女王の誕生を見る可能性が非常に強いということは言えそうですね。あの体操の女王のね、条件といいますか、必要条件というのはどういうものか挙げていただきますか。私からればギムナスキミラカキエネパジマシトナダスディライダGymnastika очень тяжелый спорт. А тайсо то именно очень тяжелый спорт. Он очень всестранный. И надо знать очень хорошо легкую атлетику. Надо учиться хорошо бегать. Татоеба, кёнги, токуни, рикужо кёнги тока. Надо иметь большой возраст. Надо подвижность. Надо иметь огромность здесь. Финшоусе тока. Состе карадано...体の身のこなしとか。Надо иметь силу, все, что человек имеет. しかも人間が持っているいろいろなものを取り入れて、そのミクスチャーの上に成り立っていると思います。Да, да. И надо, я думаю, что. 私の思うには。Это есть очень тяжелая работа, но и очень веселая и радостная.Потому что человек станет таким доконалым, таким, что имеет все, идет выше и выше. というのは、人間というのはですね、さらに上へと向上を願うからです。はい、それからそういうあのジュニアの選手がね、大活躍してますが、そういうことについてベラさんはどう思ってますか。Я думаю, что хорошо было бы, когда бы была граница выше, чем начало 14 лет. Думаю, 16 лет, потому что это тяжелая. 参加資格14歳よりも少し高めて16歳以上に参加資格を高める方がいいと思います。Тяжелое направление очень рискантное для молодых организмов. 若い選手のオーガニズム、体のオーガニズムにとってこういったリスクを伴うものは非常に危険だと思います。как психологии и как физиологии, 生理学的に見ても。И я думаю, что надо об этом много думать и что-нибудь сделать для того, чтобы это опять стало женским спортом. そして再びこのスポーツ種目が女性のスポーツ種目になることを願っております。今や体操競技の女王の座は
若々しい妖精たちの独壇場といった感があります。それが果たして良いことか悪いことかはしばらく置くとして、1978年の世界体操選手権大会における女子総合優勝の王座につくのはコマネチかシャポスニコワか、あるいはムヒナかフィラトワか、まさに興味のある大会と言えるでしょう。コマネチ16歳、シャポスニコワとフィラトワ17歳、ムヒナ18歳という年齢から見ても、この対決がもたらす結果は、モスクワオリンピックはもとより、女子体操界の将来にも大きな示唆を与えるに違いありません。